ベリアギリシア語、ベリアは中央マケドニア地方の都市でイマティア県の県と首都アテネから5 1 1トル北東に位置する。古代の再建音を用いてベロイアの表記も見られる。ギリシャの中でもベリアの歴史は古く、紀元前432年にトゥキディデスの記録で初出しており、紀元前1000年に人類が居住している証拠もある。ベリアは マケドニアをピリッポス2世の重要な領土であった。使徒パウロはこの地で説教をしたのが有名で、ローマ帝国の中でも住民が初めてキリスト教徒となった。東ローマ帝国、オスマン帝国時代でもギリシャ文化の中心地であった。今日、ベリアは中央マケドニア地域の中心地である。ピリッポス2世の墳墓を含むユネスコの世界遺産であるベルギナの遺跡は、 ベリア市街地から南東にキロメ2 k m の位置にある。2011年の行政改革で、アポストロス・パブロス、ドブラス、マケドニナ、ベルギナ、ベリアの5つの旧市が合併し、現在のベリア市となった。ユダヤ人のシナゴーグ。ベリアは、第二次世界大戦までは、ロマニオットの居住地区であった東ローマ帝国時代の、キリスト復活教会ハット、ベリア、グレーンベリア。 イッツヒストリーアーカイブ2008年3月6日、ウェイバックマシンアクセスと12日、2008。ありがとうございます。